It's okay. We can. Is she close? Do you know? Because if not, we can start with Japanese. Why don't we do that? Yeah. Are we the translator? Our transcriber is on her way. Oh, so yeah. So we can start with Japanese in the meantime that she comes. So let's start with Japanese questions, please. Who would like to start? Japanese? Yeah. いや嬉しいですね。まあ、倒した相手も、まあ、強い相手なので今日こうやって、しっかりまた勝ち切ることができたっていうのはとっても嬉しいです。まあ、もちろん嬉しいですけど、まあ、あんまりこうレコードはあんまり気にせず、まあ、決勝にグランドスラムに決勝に入るっていうのは僕も初めてのことなので、まあ、もちろん緊張したりももちろんあるだろうし、まあ、しっかり気持ちの準備を整えておきたいですね。そうですね、今日は入りは良かったですね。他の2試合に比べて、ラオニッチもワウリンカの時も少し入りが硬かったり、ちょっとこう気持ちが入りきれてなかったりしてたんですけど、まあ、昨日の夜にしっかりメンタルを準備していろいろこう自分の中で考えて、まあ、最初から、まあ、特にこの2試合があんまりいい出だしじゃなかったので、まあ、コーチからももちろん言われてましたし、出だしからしっかり、自分のテニスをするっていうのを心がけて入りました。決勝に進んでみてやっぱりハングリーというか絶対次も勝ちたいみたいな気持ちが黙々出てきてる部分とかもありますね。そうですね、今はそれしかないですね。なんかなんとなくまだグランドスラムの決勝にいるっていう感覚はあんまりなくて、まあ、多分マスターズで決勝に行ったりそういう少しのこう経験があんまりこう、まあ、準決勝決勝に行っても舞い上がらず、今日の試合なんかしっかりこう試合に入り込んで、ジョコビッチ相手に戦うことができているので、そういう経験が生きてきてるのかなっていうのは感じます。そうですね、まあ、今日の入り出だしの入り方だったり、まあ、気持ち一つでこうプレーも変わってくるので、まあ、もちろん彼とやることで、まあ、長いラリーもたくさんあると思うし、まあ、体力面できついところをしっかり気持ちで負けないようにっていうのを、まあ、一番に考えてやってました。最初はかなり疲れてたんじゃないかなと思いましたけど、先にはタブレットでレッドアップされるというあの辺どうでしたか。その精神的な面でかなりきつかったんじゃないか。そうですね、また嫌な展開でしたね。ワオリンカの時も 5-3 サーブで、簡単に落としてしまったり、ちょっとこう2試合連続続いてたので、まあ、でもとりあえず本当にリセットすることを心がけて、切れずになんとかやってました。いや、もうリードしてた時も追いつかれるんだろうなっていう気持ちでやってたので、まあ、ある意味準備はできてたというか、ちょっとこう油断しがちに今こう
何試合かなってるので、それにこう気持ちで焦らないように、あえてこう、逆境になることを考えながらずっとやってたので、いやでもあのタイブレークでもこう、このぐらいの選手があんなに簡単なミスをしてくれるんだっていう、やっぱり誰でもこうナーバスになったりするんだなっていうのを改めて感じました。そうですね、いやもうなんとなくやばいなっていう、あのずっと彼のペースで何を打ってもこう決まらないし、左右に振られるし、まあ、すごいこう打ってくるわけではないですけど、あの丁寧にこうサイドに振り分けてくるので、こう彼の強さっていうのがこういうこのこういうテニスなんだろうなっていう、このまま長いラリーずっとになるとやっぱり自分の方が体力的に先に負けてしまうし、このまま行ってしまうのかなっていう不安はありました。あのそうですね、3セット目ぐらいからもっとこう自分でポイントを早めに終われるように自分から打っていったり、まあ、それが効いてたので、まあ、自分のテニスも良くなってきてましたし、もうバックのダウンザラインだったりフォアでもっと縛いていくっていうのをあの考えてやってました。そうですね、こう、まあ、自信もついてきているので、しっかり強い選手も倒して、いいテニスができてきているので、まあ、このまま調子を落とさずにやれれば絶対にいけるとは思います。場内インタビューで開幕のマッチって長い試合が好きだと思います。今までに比べてこれで6試合やっても変わらない、何がこういったところが正直自分でもちょっとおかしいんじゃないかってぐらい、こう2試合5セットやって、今日もなんかどっちかというと、まあ僕ももちろん疲れはありましたけど、彼の方が疲れてるように見えたり、体力面でこんなに強くなってるんだなっていうのを改めて実感したので、まあ今年初めぐらいからこうしっかりトレーニング期間を試合大会中でも設けてトレーニングをしっかりやるようにしているので、まあ、怪我、手術後もしっかりトレーニングだけはやってたので、体にこうやって問題がないっていうのは一番嬉しいことですね。そうですね、なるべく攻めていこうと思ってたので、そんなに早いセカンドではないですし、早いタイミングで取ることを、まあ、コーチからもそれが有効だろうっていうふうに言われてたので、なるべく意識して前に入っていきました。そうですね、まあ、両方とも展開が早いプレイヤーなので、まあ、チリッチもサーブがよく最近展開を早いプレーに変えてきてると思うので、まあ、どっちにしろしっかりとしたディフェンスは必要だと思いますし、まあ、どちらが来てもいいようには気持ちはしっかり準備しておきたいと思います。Last questions in Japanese. まあ初めての準決勝で、まあ、経験豊富なマイケルチャンコーチからはどういうふうな言葉を送りなされましたかと、改めてこの彼と歩んできたこの道のりっていうので、彼のサポートがどういうふうに今日の試合に後押ししてくれたか。そうですね。
毎回言われることは一緒なんですけど、まあ、集中力を絶やさずに、やることと、そうですね、まあ、こう彼とやってきてテニスが良くなってきてるので変わってきてるので絶対にこう、まあ、結果が出てるのも彼のおかげだと思いますし、とてもいい感じで来てます。All right, we'll jump to English now, please.